こんにちは、佐々木です。この動画では2020年10月にソーサミスから Amazon アカウントが一時的に停止されてしまったのですが、その停止を解除して本当にね、再開する方法をね、確立できましたので、ぜひね、お伝えします。はい、アカウント停止になった理由なんですけど、まずスマホから Amazon のね、売り上げを確認していたんですが、操作の誤作動が起きて、いきなりですね、違うアカウントを作成、してしまうってことがありました。これは事実です。で、ここで間違えて作成したアカウントをすぐに自分で調べて削除すればよかったんですけど、これわからなかったんですよね。で、Amazon テクニカルサポートで連絡した結果ですね、意見とかね、メールを見落としてしまいまして、Amazon はね、アカウントを削除してくれたと思ったんですが、これはね、自分で削除しないといけないってことで、Amazon アカウント停止の事故がいきなりですね、発生しました。で、Amazon の AI は、勝手にね、必要ないことや、売り上げを下げるとかね、今回のアカウントの作成ミスもそうなんですけど、結構勝手に動いてしまうっていうか、触ってて、いきなり動いてしまう場合、ケースがあります。で、結構多いので、ぜひね、この点を注意していただければね、いいかと思います。はい。この画像なんですけど、実際に、Amazon からね、送られてきた、アカウントのね、停止の、メールになります。で、Amazon ビジネスソリューション、契約セクションの推移に従って向こうか。要は、間違って、もう一個ね、Amazon アカウントっていうのは一つなんですけど、間違えてね、Amazon の許可を得ずにアカウントを作成してしまったってことで、このセクション推移の従っても効果っていう、メールとか連絡が来ました。なので、これが来た以上は、Amazon を、使うことがね、できないので、ここからどうやったら、最有効化ですね、をするかってことをまずね、考えて行動しました。これがですね、Amazon をアカウント停止になった時の、検知ダッシュボードですね、セラーセントラルのパフォーマンスのところなんですけど、どうやったらね、この状態から最有効化するってことをね、の前の画像なんですけど、ここですね、申し立ての表示、ここをですね、クリックしていただくようになります。先ほどの動画続きなんですけど、アカウントをね、出品アカウント再開に対して、ここいろいろ書いてあるんですよね。追加情報を提出する。つまりですね、書類ですね。このアカウントを、書類ですね、アップロードして、ここをアップロードしてね。で、ここに、どういった書類出しましたっていうのを、記載するって書くんですけど、まず、ここにいるときに、Amazon が、Amazon が欲しい書類だけを入れないとですね、ずっとですね、開かないんですよ。もうずっと停止になります。はい。で、次の動画でね、どういった書類だったらうまくいくかってことをね、ぜひ紹介します。で、これはですね、実際に私がやってるので、間違いないです。はい。ぜひね、こういったアカウント停止っていうね、アクシデントっていうかね、もらい損ってある方結構いると思うんですけど、ぜひね、参考にしていただければね、いいかと思います。ですね、実際に成功したね、うまくいった書類ですね、ぜひ紹介させていただきます。はい。まず、水道局のコンビニ払いの処理ですね。はい。で、これはですね、コンビニ払いの印鑑ですね、これが必要です。で、払っていただいて、その書類ですね、それと水道局なんで、僕の場合浜松市なんですけど、浜松市のちゃんと住所が入ったものですね。それをですね、コピーしていただければいいかと思います。はい。で、その次、携帯電話なんですけど、これはですね、私の場合楽天使ってますので、領収書なんですけど、これはパソコンからコピーしまして、で、印鑑ですね。会社の印鑑が入ってるもので、していただければいいかと思います。はい。で、あと、IP アドレスはですね、電話番号と住所ですね。これも送りました。
で、この上の3つですね、水道局、携帯電話、IPS 電話、この3つを私は送りました。はい。で、その下なんですけど、ガスの支払いですね。これは、一緒ですね。水道局と一緒なんで、これも、まあ、大丈夫かと思います。で、固定電話、住所ですね。はい。で、電気の支払いも明細書。で、固定のインターネット、まあ、NTT 光とかね、そういったものの明細書でしたら大丈夫かと思います。はい。で、あとですね、この例えばですね、両親と暮らしている方っていると思うんですよ。で、これですね、一時的に名前ことが十分できます。なので、私もですね、水道局、親が払ってたんですけど、一旦ですね、私の名前にして、私が払いました。で、名義はですね、変えることはですね、できます。で、ですね、地方でしたら大丈夫かと思うんですけど、まあ、都市部でも大丈夫かと思うんですよ。まあ、その際ね、まあ、水道局の方に電話していただいてですね、事情を話していただければ大丈夫かと思います。で、なぜかと言いますと、まあ、こういったケースがですね、多いんですよ。アマゾンのトラブルっていうとか、ネットビジネスのトラブルで、アカウントが閉じられてしまったと。で、ビジネスはできませんっていう、まあ、実は非常に多いようなので、まあ、これ地方でね、起こってるんで、間違いなく大都市の方でしたら、さらに多いかと思うんですよね。なので、一旦ですね、これはですね、まあ、電気でもね、まあ、電気もできました。中部電力もできましたので大丈夫ですよ。で、まあ、すべてガスも電話もですね、NTT とかね、まあ、すべてできるかと思いますので、ぜひね、まあ、悩んだ時とかは、私、一旦ですね、名義を変えるということで、ね、電話していただければね、お金もかからないです、正直。NTT だけはですね、700円かかったと聞いたんですけど、あとはですね、タダでできますので、ぜひね、悩まずに、まず電話していただいて、解決していただければね、いいかと思います。ですね、まず解除されない書類ですね。これをぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、免許証です。で、免許証って意外に大丈夫かと思うんですけど、Amazon の方では信用されないですね。で、なぜかと言いますと、偽造の免許証ではないかっていう疑いがありまして、以前こういった事件があったようです。はい。で、その次はパスポートですね。これもダメでした。これも偽造の疑いがあるってことでダメでした。はい。で、その次なんですけど、生命保険ですね。生命保険の控除の書録なんですけど、ダメでしたね。相手にされませんでした。で、その次も、クレジットカードの、明細書、紙の明細書をコピーしておくんですけど、ダメでしたね。で、悩んだんですけど、最後にですね、古物証の書類も送りました。で、これはですね、警察の住所とか、ちゃんとしたもの、証明書っていうかね、ありまして、書類を出さないと取れないんですけど、これもダメでしたね。信用されませんでした。はい。で、その他、同盟会社の住所ですね。これも支払いの明細書なんですけど、ダメでした。で、サーバー会社もダメなんで、ここに出ているものは、まず、無理ですね。はい。なので、まあ、ここに出ている書類はね、出さない方がいいかと思います。ぜひね、参考にしていただければいいかと思います。先ほどの書類なんですけど、まあ、全部ね、まあ、アカウントを再開できる書類が揃いましたら、こちらのね、追加情報、こういった風にですね、送っていただければいいかと思います。で、これをですね、送った後なんですけど、やはりですね、3日から4日はかかりましたね。はい。で、これですね、まあ、追加情報提出って出てくるんですけど、まあ、出してもどんどんいいんですけど、まずですね、まあ、これを、こういった状態になった時に、アマゾンのアカウントヘルスっていうね、まあ、テクニカルサポートの特殊な部署があるようで、そちらの方にね、電話していただいて、まだ追加情報を提出した方がいいですかってことを確認していただければいいかと思います。で、私はですね、一応その3つを送った時に電話しました。で、そうしましたらですね、まあ、これ審査が3日4日かかるということで、まあ、これ以上出さなくていいってことで、まあ、出さなかったんですよね。はい。なので、まあ、こういった状態になった時に、まあ、アマゾンアカウントヘルスっていうね、部署ができますので、そちらに連絡してね、確認していただければいいかと思います。ですね、まあ、これ、まあ、例えば、先ほどの書類がですね、まあ、内容審査した結果ですね、出品さんアカウント再開、まあ、認められたってことね、本人って認めたことなので、こういったメールが来るんですけど、ですね、まあ、これこまで行くにはやはりですね、やっぱ2週間以上かかりました。すぐ私も動いたんですけど、まあ、いろいろね、まあ、タイミングも良かったんで、まあ、水道局の名前すぐ変えてですね、
出したんで、まあ、2週間以上ちょっとかかっちゃったんですけど、まあ、最悪ですね。やっぱ1ヶ月ぐらいね、再開する可能性が高い方もいますよね。はい。で、こう、先ほどの絶対通る書類ですね。もうまあ、3つか2つ用意していただいて出していただければ、まず、再開される可能性は 100% あります。で、ない方ですね。ない方はですね、まあ、名前を変えないといけないので、まあ、すぐ動いた方がいいですね。そちらの方に。すぐ動きます。で、最悪やっぱ1ヶ月くらいかかっちゃう場合があるので、まあ、ぜひね、注意していただければいいかと思います。はい。その次なんですけど、この間違えて作ってしまったアカウントですね。この削除の方法ですね。これをぜひね、紹介させていただきます。はい。で、画面がですね、これ一つしかないんですけど、まあ、セラーセントルからですね、Amazon の、まあ、テクニカルサポートね、質問の方行きまして、で、まあ、アカウント削除ですね、入力していた、クリックしていただきます。はい。そうしますと、こういった風に行きましてですね、で、まあ、これちょっと一部の画像しかないんですけど、まあ、アカウントね、解約されましたってことで出ます。で、その際ですね、まあ、ボタンを押していただければいきますので、もう自分でね、解約の方をしないと、一生そのままね、残ってしまいまして、またですね、停止になってしまうと、もうアカウント削除されますね。せっかく育てたアカウントが、自分が使っていた大事なアカウントがなくなってしまうので、ぜひね、間違えて作ってしまった場合は、すぐ自分でね、アカウント閉鎖の、画面が出てきますので、ぜひね、気をつけていただければいいかと思います。はい。で、これなんですけど、これは、間違えて作ってしまったアカウントね、を削除した時の、証明ですね。証明の無認可。このメールアドレスは、出品やかず、これがですね、出ますと、もう間違えて作ってしまったアカウントがね、なくなった証拠になりますので、まあ、次の自分の、正規のね、育ててきたアカウントに、を再開するときの大事な画像になりますので、ぜひね、コピーしていただければいいかと思います。はい。で、まあ、これですね、まあ、大会手続きのメールが来たんですけど、まだ、先ほどの状態でですね、ですね、まだアカウント再開してないってことで、まあ、アカウント解約にご案内しますってことで、今、これはですね、正規の自分が今まで使ってきたアカウントがまだですね、先ほどの画を、ままですと、アカウントがね、停止っていう証明なんですね。なので、自分が使っているアカウント、自分がね、本来使っていたアカウントのセラーセントルかですね、先ほどの2つ、ま、画像あったんですけど、それをですね、Amazon の、あれですね、本に送っていただければね、解除ができますので、ぜひね、まあ、このままだとまだ停止っていう書類なら、ぜひね、気をつけていただければいいかと思います。はい。ですね、これが Amazon から連絡あったんですけど、まあ、これがね、まあ、正規のアカウントの、再開のメールです。で、まあ、英語で来たんでね、びっくりしたんですけど、まあ、書類を出したらすぐね、まあ、出して、まあ、5分以内ですね、に再開できました。なので、今回非常にいい勉強だったんですけど、まあ、こういった風にね、まあ、指定された書類ではないと、アカウントがですね、止まっちゃいますし、何があるかわかんないですよね。どんなに、頭いい人でも、イレギュラーを起こして、アカウント停止ってなることはまずあるんですよ。はい。で非常に怖いですよね。誤作動でやっぱロボットとか AI で動きますんで、まあ、そういったのね、受けてる方非常に多いと思うんですよね、これ正直。はい。で、テクニカルサポートに言ってもやっぱり聞いてくれないですよね。聞いてくれないので、まあ自分でやっぱ守るしかないです。はい。なので、ぜひね、Amazon アカウントをね、大事に育てて使いたいって方はね、まあこういったアクシデントありますので、ぜひね、停止になってしまった時は、まあ、先ほどの書類でないとですね、まあ、解除はですね、ほとんど、まあ、100% 無理なので、ぜひね、参考にしていただければいいかと思います。はい。今回の動画は以上となります。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。あとですね、LINE と登録お待ちします。よろしくお願いします。